I have a pen, なペンダミンのためのお絵描き実況を始めます。アッポーペン。いやいや、大変でしたよ。仕事場を一足早く、大掃除しまして、かなり気が早い気もしますが、そんなに大変だったんですか？まあ、物置の整理と模様替えも兼ねまして。今回からですね、秘密兵器も導入しましたしね。秘密兵器？どんなの？これです。ソフトボックス買っちゃいました。あの、上でピカピカ光ってるやつのことかな？そうそう。光を柔らかくして、手の影とかを薄く散らしてくれるアイテムやで。前までは経費をケチって、発泡スチロール板を使って涙ぐましい努力をしてたりしたんだけど、探してみたら、傘自体は2000円くらいだったからね。あとはちょっと天井を工夫して、ちょちょいのジョイやで。まあともかく、撮影環境が改善された取り返していいんですかね。せやな。これまで以上のクオリティのお絵描きを、ドドンと期待してくれて構わないやで。その割にはなんかさっきから、おっさんとかがチラチラ目に入ってるんですが、それは。とりあえずソフトボックス導入記念ということで、おっさんと女の子を交互に描いてみました。全く理解できないのですが、それは。まあ、毎回講座が入るのもお勉強感があってあれかなって、講座のネタまとまるまで、結構時間かかるし、とまあ、そんなわけなので。ひとまず今回はおっさんと女の子の触れ幅について語ろうぜ。私は、おっさんと女の子の一番の違いは、花、にあると思うんだよね。いや、何もかも違うと思うんですけど、そういうことじゃなくて。わら、昨今、特に女の子ってあんまり花が描かれなくない？どうだったかな？いまいち記憶にないんだけど、花の高い女の子だったら鼻筋とか描いてるけどさ、他の子は全部花が、点、になってるじゃない？うん。劇画よりの漫画を避けると、あとは確かに花が目立たなかったイメージが、実は、とても時代的なものがある部分だと思うんだよ。今は、花はあんまりちゃんと描くとうるさいなっていう時代、女性の顔の練習をしていて、花の穴を描いたあたりで、いきなりブッサイクになった経験、ありません。ある。目とか輪郭までは良かったのに台無しになった。泣きそうになった。劇画スタイルが流行った時代のことはわからないけど、今は花の穴を描くとやっぱり間抜けになるんだよ。多分、まあ、いつの時代でも、あんまり花が上に上がっていると、どうしてもギャグ要因に見えたのかもしれませんが、これを逆手にとってですね、花からスタートしておっさんの顔を決めるっていう方法はあると思いますよ。まあなんというか、おっさんの方が顔のパーツの、ばらつきが許されている感じはありそうですね。そう、そこなんですよ。なんか女の子描いてる時より、すごく無茶が許されているんですよ。でもいざ描くとなると、すぐにそこが尽きるんですよ。わかりみが深い。だから、具体的に同時流なのか、トスタデイする必要がある。私はそう思うんですよ。なるへそ。私はこれを、わざとブッサイクなパーツを選ぶ自由、と考えてはどうかと思うんですよね。ブッサイクなパーツですか？エラが張ったり、目が離れすぎたり、鼻が潰れてたり、という。そうそう。私みたいに可愛めの女の子ばっかり練習しちゃった人は、これ結構難しいと思うんですよ。意識しないとっていう。そりゃ、イケてる顔のおじさまも中にはいらっしゃるでしょう。でも大体のおっさんは、イケてないわけです。わら、とにかくこう、私たちには、綺麗めのパーツ、ばっかり無意識に選ぶ癖があるんじゃないかと思うんだよ。かといって、ブッサイクな女の子をあえて描くことに、良心の呵責を覚える人もいるかもしれません。でも表現の幅を広げたい。そんな時は、おっさんに全てを受け止めてもらいましょう。ただの落書きにそれっぽい主張を添えたところで、本編パートにレッツラ突入ですわ。こりゃあれ、お絵描き途中からなんですが、土っぽい胴体に穴が開いて、中に人がいるみたいですね。隠れがスタートといったところでしょうか。いいですねー。やっぱり土の香りというのがあると、私なんかは見てて楽しいんですよねー。やっぱり、とりあえず、部分部分に緑やら苔やら置いて、画面の濃淡を作っていく場面ですかね。いや、少し機械っぽい部分も出てきましたかね。あれは足になるのかな？隠れ家的なものは前もやりましたからね。もう一味欲しいというところですかな。今回、最初と最後の方をちょこちょこっと動画のエラーが出たみたいで、申し訳ないです。機械の足のようなものがいよいよ見えてきました。機械は割と久しぶりな気がしますね。最近は自然物中心でしたのでね。いよいよ機械と自然を融合させていきたいというところか。細かいパーツのバランス感覚は前と変わっているはず。どんな様子になるか注目ですね。しかしこの人、やっぱり機械を、石、として描きますね。私はこれ好きなんですよ。確かに、いわゆる金属の光沢感みたいなものはあまり描かない印象ですね。こないだクリスタルちょっと描いた時くらいですかね。もうちょっと描いても良さそうですが。いや、私は今くらいのバランスがいいと思うんです。さっきも触れた、土の香りを減らしたくないというか、それ、結構前からちょいちょい言ってますけど、金属に恨みでもあるんですかね。いえ、特段そういうことは。わら、でも、あんまりピカピカされるとつまらないな、っていうのはある。あれ、光沢感そのものがそんなにお好きでない？というよりは、機械を描くときにですね、未来感が出てほしくないんですよ。未来感。
か。実はアナトムはやりたくないっていうことですか。あんまり名前出されても困るんですけどね。まあ、まあ、そういう未来じゃない、と言いますかね。アトムの未来は、目指していないと。他に言い方があると思うんですけどね。わら、まあとにかく、いわゆる、高層ビルとロボットの未来ではないと。どうも、アトムの取り巻きが追いかけている未来はですね。地面から、地からどんどん離れているという気がしますね。だいたい、アトムをやりたい世代っていうのはですね、高度経済成長とか、イケイケどんどんっていう世代なんですよ。私からすると、どうしてもあの辺の世代は土のこととか、自然のこととか本当に考えてんのかって感じがするんですよ。とりあえずでかいビル建てれば勝ちだと思ってる。だからスカイツリーとか未だに作っちゃうし、もういいのに。ロボット産業の人たちも、やっぱりアトムを追いかけてるだけで、そういうのを見ても私はちっともそそられないですよ。畜生、どのロボットの顔を見ても自然と共存しますという面構えのロボットが一人もいない。私はもうブチ切れですよ。人間のように悠長に喋れないことが問題なんじゃない。そのまま転がした時土に帰る気がしないのが問題なんだよ。土に返せないものばっかり作って、何が未来だこの野郎。アトム作るより先に核廃棄物なんとかしろ。構築しよう。満足しました。とてもスッキリしました。いやー、言いたいことを言うというのは気持ちいいですな。まあ、あんまり社会的な内容になるのは娯楽動画としてはナンセンスでないかと思いますがね。細けいことはいいんだよ。ランさ、我らがニコちゃんも画面に入ったということで、お椀のような形の足の生えたお家の上に乗って小旅行中ってなもんでしょうかね。ちゃんと鳥とかとアイコンタクトがあるのはいいですね。どうも鳥の目は横に開いているって感じですけど、鳥に限らず彼の描く動物は目が横長なことが多くて、目が横に開いている、ある意味彼の性格が一番出ているような。他人に興味があるんだかないんだか、そこんところがよくわからん感じですよね。笑い。まあ幼稚園の時からみんなで遊ぶとかよりは一人で積み木してるとかの方が多かった人間だし、多少はね。お、排気筒から煙が出てますねー。いいぞこれ。こういうですね、もくもくもくとか、どしりゅうとか、こういうのもっとやってほしいって感じですね。煙というのはですね、流れの速いところと遅いところをなるべくはっきり区別した方がいいですね。次回の講座パートあたりで煙の話ができたら面白そうなんですけど、やろうかな。こうしてみると煙もなんだか木のような葉っぱの茂みのようにも見えなくないですけどね。ああ、多分影を入れているせいかもしれませんね。そもそも描き方が似ているという話もあるのですけどね。ん？いや、もしかすると排気筒からマジで気を吐き出しているっていう可能性もあるのか。このマシン、黙々と出てきた煙がだんだん樹木の茂みになって、その地に根付いて森となす。このマシンは森を吐き出しながら歩き回る獅子神みたいなやつだった。普通こうした機械の廃棄物っていうのは環境に悪いものとして描かれがちですけどね。それは気に入らないから、もういっそ森を排出しちゃえと、それでエコでしょうっていう、そんな方向性ですね。あ、私そういうの嫌いじゃないです。でしょうね。なんでしょうねこれは。多分、手塚治虫氏よりは、宮崎駿氏の影響を強く受けてるってことでしょうかね。それは大いにあると思いますね。アトムよりは、ジブリをたくさん見てたからね。特に、もののけ姫なんかはすごくって。小学2年の時映画館で見たけど、なんか身につまされたというか、その辺で出された宿題を、今もずっとやってるっていうのがあると思いますけどね。工場の煙が、本当にそのまま空の雲になれるなら、話はとっても簡単なんですけどね。まだできないね、それは。そんなわけでしたからね。水素の力で走るとか、排気物が水だけっていう車が出てきた時は嬉しかったね。なんか海外では一気に電気自動車がメインになるっていう流れがあるみたいなんだけど、日本はどうなるべか。結局触媒にやべえ金属使ってたらエコも何もないっていう気もするけど、まあなんとかなるっしょ。あ、ちなみに今映ってる視点のカメラですが、いつものとちょっと変えてみています。とは言っても結構前に買った少し高めのやつで、ピントが自動調節だけだから、ちょっと使いにくいかも。しかもその割に録画データがなぜか、アフターエフェクトに弾かれちゃうし、仕様は今回限りかも。いっそ、もう一台ワイヤレスの新しい初画カメラを買ってしまう手もありますよ。自分へのクリスマスプレゼントとして購入を検討してみては。いやーでも、クリスマスプレゼントが仕事道具というのもなんか切ない気もするな。それよりは、マインクラフトのマック版を3000円で買っちゃおうぜ。トラップタワー作りたいし、パソコンが重たくなるんで、却下。切ねー。まあマイクラは半分冗談として、面白そうなツールが結構たくさんあって気にはなるのよ。ペンタブでお絵描き感覚で 3D モデリングできるアプリとか、 3D アニメーション制作ソフトウェアとか、もうこれすっごい気になるわけなんですよね。でも多分今手を出しても持て余すなっていう。でしょうね。基本的にはペン紙やし。そうそう、
でも、ペン画でも結局、立体感っていうのがテーマにあって、そこまでペン画活動と矛盾してないんだ実は。まあそんな感じで、ペン画どうひた走りつつ、可能性を模索しつつこれからも精進って感じでやんすね。さて、今回もそろそろ終わりのようです。いかがでしたでしょうか？今回は、森を生む歩行機械、ということみたいで。発想は良かったんでないかと思いますけども、最初からこれをやるつもりで描いていたというよりは、やっぱり描いている最中に思いついたんでしょうね。そういう時に出てきたアイディアというのは、やっぱり自分の考え方とかが無意識に入っているというか、一方で、きっと無意識に避けている表現みたいなものもあるんだろうなと思いますね。冒頭の、おっさんと女の子の話じゃないけど、わざと気に入らないものを描くというチャレンジがどこかで必要になるかもしれません。慣れたものばかり描いていると、やっぱり成長はそこで止まってしまうと思いますから、女の子ばっかりじゃなくてね、可愛いものや、気に入ったものばかりでなく、なるほど、じゃあやっぱりみんなもっとおっさん描こうぜ、そういう話じゃねー。